大木町駅は神奈川県川崎市川崎区大木町にある東日本旅客鉄道日本貨物鉄道鶴見線の駅である。駅番号は自重東海道本線の鶴見駅を起点とし、京浜工業地帯を通る鶴見線の終着駅である。駅のある大木町地区は四方運河に囲まれた地区で、価学工場が多く立地する。最盛期に比べれば数は減ったものの、 企業が自らの貨物を輸送するために用いる専用線が駅につながっており、大木町駅は JR 東日本による旅客営業のほかにも JR 貨物による貨物営業も行われている。鶴見線は私鉄の鶴見臨港鉄道によって建設されたという経緯があるが、大木町駅も1928年の開業当初は同社による経営であった。開業時は 貨物専用の貨物駅であったが、1930年より旅客営業も開始している。1943年に国有化されて国有鉄道の運営となり、1987年に民営化され、JR2 社の運営に移り現在に至っている。大木町駅は川崎市内にあるが、JR の特定特市内制度における横浜市内の駅として扱われる。 駅のある大木町は、浅野財閥による埋め立て地であり、その創業者である浅野家の家門の大木にちなんで、駅名が付けられた。ホームが、地面に接する地上駅と呼ばれる構造である。旅客用のホームは一面、形式は短式ホームで、その片側に列車が発着する線路が一線のみ、接する。ホーム上の一部には、屋根があり、ホーム南端の先にある小さな駅舎には、 簡易水化改札機と男女共用の水洗式トイレが設置されている。貨物の取り扱いのための作業員がいるが、改札業務は行っておらず、旅客駅としては無人駅である。貨物列車が発着する線路は旅客用ホームよりも北側にある。また、複数の専用線が校内から分かれている。ここから浜川崎駅までは単線並列区間で、 旅客列車用の線路と貨物列車用の線路が並行する。大木町駅は開業以来貨物の取り扱いを継続している。2009年現在は JR 貨物の駅は専用線発議者扱い貨物の取扱い駅となっている。業務は JR 貨物グループの神奈川臨海鉄道が代行している。2010年現在貨物輸送に使用されているのは開業時からある。 三井不動の専用船のみであるが、かつてはその他にも専用船や貨物輸送に供される側線があった。2008年度の1日平均乗車人員は611人である。近年の推移は下記の通り。無人駅は正確な数が把握できないとして2009年以降非公表となった。近年の年間発着トン数は下記の通り。京浜工業地帯の一角。 四方運河に囲まれた島に駅がある。周囲には工場が多いが、駅前には少数の売店や居酒屋なども軒を連ねる。徒歩1分のところのペットリファインテクノロジー前、またはエネオス株式会社川崎事業所前バス停から以下の路線バスが発着する。川崎市交通局、川十三系統は昭和駅付近により鶴見線と分かれ、大木町バス停は駅とは、 離れた場所にある猫の撮影スポットの一つとして知られている。猫の撮影スポットの一つとして知られている。現在は日中は2時間に1本程度の運行となっており、地元利用者はバス利用がほとんどである。ありがとうございます。